オーブンキャンパスにバーテンダーをやってみるとか、レストラン系のやってみるとか、フロント系もやってみましたから、その時に先輩は見本をやってくれますから、そこから見ると、あー、これこの先輩はすごくかっこいいし、本当のホテルマンと思いますから、あ、でも私この学校に入ったらこの先輩のようになれるかなって思いますので、日本はとても綺麗な国だと思います。日本人も礼儀正しいです。名古屋は東京と大阪のような付き合いじゃないですが、治安が安定していると思います。日本のサービス業は世界で一番だと思います。生徒たちは雰囲気がいいし、教学設備が完備していると思います。働いた先生からの授業は実際の経験も教えますので、そのところは面白いです。それ一番面白いです。今は国際ホテルの勉強しています。挨拶のことです。それと笑顔と、積極性のことです。やっぱり外国人として日本語は難しいですね。それでもクラスメートのみんなが、もし私何がわからないことがあったら、みんなの手伝いってくれますから、自分も頑張りたいと思います。専門的な知識を勉強して、将来は日本で就職したいです。いいサービスマンになりたいと思って、専門のこと、なんかバーのところとレストランのサービスも、はっきり勉強して持っていきたいと思います。将来の夢は日本のホテルで就職したいです。この夢を叶うために努力します。